中央イタリア統合諸州は、19世紀後半のイタリア統一運動期、イタリア中部にごく短期間存在したサルデーニャ王国の従属国である。従来のトスカーナ大公国、パルマ公国、モデナ公国、教皇領によって構成された連合体であった。この国家連合は、中央イタリア連合、中央イタリア連盟、中央イタリア総督府の名でも呼ばれる。1859年8月に、トスカーナ大公国、パルマ公国、モデナ公国、教皇領のサルデーニャ支持政権は、軍事条約のグループに加盟した。1859年11月7日、各国は、エウジェニオ・エマヌエーレ・ディ・サボイア=ヴィルラ・フランカを、摂政に選んだ。しかし、サルデーニャ国王、ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世はこれを受け入れず、代わりに、カルロ・ボン・コンパーニョこの地域の外交、軍事の責任を負う中央イタリア総督に任命した。1859年12月8日、パルマ公国、モデナ公国と教皇領の北部は、サルデーニャ王国のエミリア州に編入された。1860年3月の住民投票を経て、これらの地域は正式にサルデーニャ王国に併合された。フランス帝国が中央イタリア併合を承認する代償として、サルデーニャ王国は、サヴォアとニースをフランスに割譲した。ありがとうございます。